大病の方、ハンセン病の方たちの薬として、服用していただいたという歴史がございまして、まあ、大病の方と僧侶、そしてお世話をしていただく信者方が一杯の茶碗で一緒に飲み回したという歴史がございまして、まあ、当然大病は感染いたします。ですけども感染が人目で見るとお前の信仰心は本物かと試されるようなサポーター、そういう意味になっています。はい、じゃあどうぞお菓子をいただいてください。はい、どうぞ。1枚は畳んで、ところは直してください。お茶盛りは、1茶碗で7、8人分立てますので、立て出しと申しまして、奥からもう1杯お茶碗をお持ちいたします。で、お茶盛りの一番大切なところを1に和合というふうに表しております。1に和合というのは茶碗の重さが7キロあります。で、一人で飲むのは難しいことがありまして、隣の人から助けていただいて一杯の茶をいただく、心が合わさらないと茶碗をかぶったり落としたりしますので、一味和合、一つの味を持って心を一つにするというのがこの大茶盛りの心と言われております。ですからしっかり協力し合って心を一つに合わせてお茶碗もいただいてください。今日私はこれで運転してきて警察に捕まらせたので皆さんどうやったんですか、捕まらないでください。先生ならわかるけどね、この気持ちで助けかけ先生運転されることですね。まとば会も行われているそうで、 TVB の今日のニュースは多分両方出ると思います。他の放送局はみんな向こう行っちゃいますので、 TVB だけ見てください。はい、どうぞいただいてください。隣から入って座っていただいて大丈夫、男は大丈夫だ。あの年取っとですね、脂肪がだんだん薄まってくるんですけど、若い人はまだ大丈夫なんですけどね。彼には女性が出ますからこっちの方がいいです。たくさん飲んでいただいて、タランテがまだ撫でますから。最後は誰か。小沢さん。飲み出さないよ、最後は。残ってくる。いやいや、これもあと、あと何人で割りますか。無事です。割と頑張らないとなくならないんです。うん、飲み干さないから。ある程度飲んどってもらわんと。
っと、ね、無理な。だけど重いですね。重いけど7キロです。7キロ。これはね、6キロ弱です。5キロなんのかな。これがな、こちらが7キロ。7キロはボンボンだ。大丈夫ですか。ご自宅来るから。まだお茶ございますか。片山さん、脳死もたな。いえ、まだ行ってんだ。繰り返す。